選手この次ですからね、期待しましょう。そうですね、世界選手権は6位ですが、ショートプログラムでは世界選手権8位、フリー5位とだんだん尻上がりに上がっていきました、はい、20歳慶応大学の学生です。期待できます。管楽器のためのラプソディ、日本民謡が入ってまいります。このジャンプが一番難しいコンビネーションですね。えらい、あんたえらい、あれは難しいコンビネーションですよ。最高に難しいコンビネーションです。これもいいスピンですね。いいスピンですね、はい、ダブルアクセルですね。うわー、入りましたね。カズンズのイギリス音楽、そして五十嵐の日本民謡、そうですね、両者ともに持ち味十分ですね、バランスもいいです。いいですね、いいステップですね。もうちょっと手を使えばいいですけどね。はい、よかったですね。決めました。どうやら両優勝候補はですね、ショートプログラムでもう持ち味を十分に発揮したと、出し切ってますね。出し切ったというところですね。これで困るのは審判ですね。ジャッジの感かわいそうです。そうですか、微妙なとこですもんね。微妙なとこですね、はい、コンビネーションはとにかくあのジャンプが一番難しいジャンプですから。ああそうですか、それを決めたということはジャッジ もう分かってるはずですからね。これはジャッジ泣かせの2人ですよ。さあそこのあのコンビネーション見てみましょうか、スローモーションで見ましょう。見事に決めているんです。3回回りのルッツにコンビネーションを入れてますね。ああそうですか、はい、3回転のルッツという種目です、ジャンプですね。完全にアウトに乗って踏み切りもアウトになってますから、これはルッツです完全に、はい、これが3回転です。3回回って次のループが良かった。ここで綺麗に入りに来ますね。そうですね、はい、はい、現在あの五十嵐選手はですねロサンゼルスに行きまして、はいはい、アメリカのフランキャロルコーチについてるんですけども、ね、ぐんぐんこうなんか良くなった感じですね、あのフランキャロルって人もね、はい、あのあ出ますか。出ましたね。おや、おまず技術点ですが 5.6 ぐらいが多いんですが、ちょっとばらつきあります。そうですね、6番のアメリカの審判が 5.4、 しかし7番のソビエトの審判が 5.9 を出しましたよ。9出してましたね。ずいぶんばらつきがありました。そうですね、五点ね、五十嵐選手はちょっとなんか首振ってますがね。 5.4 はおかしいですね。あれはインチキですね。7つの要素をどう審判、7人の審判が採点するかということです。まず技術的な面、ね、今度は芸術的な面ですね、はい、調和ですね、音楽の調和、はい、ちょっと方便をつけてるのかな。ああそうですね、そうですね、どうしても青っぽく見えますからね。ああそうですか、はい、そのためにあの方法に、はい、最高は 5.8 が2人出ました。うーん 5.5 も出ましたね。まあ一番はイギリスのジャッジですからね、 5.5 ってのは無理ないですけど、わずかにカズンズに差が出たというところでした。しかしまあ両選手ともに見応えのある、そうですね、いい演技やってくれました ね、 そうですね、僕は悔しいですけどね。そうですか、あんだけしか点が出ないなんておかしいです。そうですか、はい、佐野さんとしては後輩に対してそういう今声が出ました。